ウォーターサーバーを家に設置する人はバカだと思いますか？僕設置したことないんですけど、ウォーターサーバーっていくらぐらいなんですか？日本食の作り方を英語で紹介する YouTuber って需要ありますか？めちゃくちゃ儲けてる人いますよ。なんだっけ？もう 3,4 年前に日本人 YouTube で儲けてるランキングのトップ20かなんかに確かいたんだよね。日本の料理を作るおばちゃんなんだけど、字幕が英語で出てるっていうので、そのやっぱ海外の英語圏の人の方が多いので再生数増えるんですよ。なので、日本人向けにやるより実はそっちの方が再生数多くて、で結構儲けてるっていう話を聞きました。リウマチの良い治療法を教えてください。温泉、あと働かない。今字幕なんて勝手につくよね。まあ今はつくらしいんですけどね。ユニクロって高くなったよね。あ、そうなんだ。アート買おうよ。日本ってさ、その浮世絵みたいな昔のアートで高いものはあるんだけど、今のアートってさ、村上春樹じゃねえ、村上あれ村上さんなんだっけ名前、村上直樹じゃなくて現代アートの人、あの人もさ、日本人は評価して買わないじゃん。村上ファンドじゃない、村上隆さん。だからその芸術家に対してお金を払うっていうのも一つの価値なんだけど、結局村上隆さんの価値ってなんかベルサイユ宮殿でこう展示をしましたとか海外になっちゃうのよ。ジョージじゃねえよポコポコパンチじゃねえよ。だからそういう意味で、その日本人が日本のアーティストにちゃんとお金を払って、で村上隆さんが若い頃から支援していました、でそのせいでうちには村上隆の作品がこんなにありますって言って、でそれが高値になって海外で売れて大儲けっていうのはいいのよ。でもそうしなくて、村上隆さんは海外の人にそういうことやって、海外の人が村上隆さんので大儲けしてて、日本人がちゃんとこうフォローしない、それ島木ジョージな、はい、ツッコミありがとうございますっていう感じで、その日本って若手の芸術家を支援するみたいのもないよね。だからそのなんか割とその海外のそのアーティストのものを買うみたいなのばっかりで、そういう意味でやっぱり日本で買うものを買うって金持ちはあんまりやらないんじゃないかな。金持ちが芸術家のパトロンになるのは正しい。そうなんだよね。しかもね、結構ね利益が出るんですよ。仕事中なので頑張れって言ってください。あ、頑張って納税してくださいそのおかげでこう今見てるなんか2800人ぐらいの人が生活保護で振るうので、はい、ありがとうございますってね、皆さん代わりに書いてください。アメリカで会計事務所を一人で運営しています。ある程度プログラミングをして業務を効率化していますが、この業界の未来は明るいでしょうか？アメリカはタイムチャージが一般的で、時間をかければかけるほど売り上げがあります。プログラミングして効率化すれば売り上げが下がるので、私は固定チャージして効率化しています。会計士自体はもう多分、コンピューターで処理できるように流れとしてなっちゃうと思うんですよね。例えばフランスだと、その確定申告ってオンラインでできるので、税理士を使う必然性があんまりないんですよ。日本だとやっぱそれなりにお金持ちの人って税理士使って、なんか紙でこう書類作って税務署に出してみたいなのがあるんですけど、そのオンラインでこう申請できて、で支払いもオンラインでできたりするので、でそういう国ってだんだん増えていくと思うんですよ。エストニアとかもそうだし。なので会計士とか税理士の人っていうのは本質的には仕事減らざるを得ないんですよ。だってコンピューターでできちゃうんだもん。コンピューターが判断できないような税的な判断ってないじゃないですか。必ずこういう財産はそのこういう売上はこっちですとかってルールが決まってるので、でルール通りにやるっていうのはコンピューターでやるものなので、まあプログラミングしてできるっていうのは分かると思うんですけど、なので今の段階ではそのプログラミングしたシステムを会計士に下ろすとかっていう方で儲ける方向を考えた方がいいんじゃないですかね。なんか京都かな、どっかのベンチャーで契約書をオンラインで自動的にチェックして、でそれのこうした方がいいですよみたいなアドバイスをするみたいな会社がなんか割とお金が集まってみたいなのも見た気がします。なんかあーっていう勇者みたいな名前の人が600円払ってるけど、なんだろう。 EU 諸国の若者の失業率は結構高いですが、日本の就職氷河期と同じ問題が起こると思いますか？まず日本の失業率って今 3% とかで、フランス 10% とかで、そう3倍差があるように見えるんですけど、日本って失業率統計の出してる数字が微妙に真実とは異なります。例えばじゃあ40歳以上で無職の人って
どこ行っても就職できないんですよ。じゃあコンビニにさ、今まで働いたことないです、40歳です、働きたいですって言っても、いや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 ってなるじゃないですか。なのでそういうその40歳超えて無職の人って、もう働こうとしてハローワークに行くということすらしなくなるんですよ。その要は働きたい仕事がもうないと。で、働きたい仕事があるんだけど、そこ行っても働かせてくれないと。なので要は就職活動するだけ無駄であるって考えてしまう人っていうのが結構日本多いんですよ。お前らじゃん。お前まだあるどうせこんな時間にコメント書いてんだからさ。なのでそういう人って日本の場合って失業者にカウントされないんですよ。職を探してないっていう。でも他のそのヨーロッパの国とかって、無職の人を失業者カウントしたりするんですよ。働こうと、できればお金は欲しいと思ってるっていう人も失業者カウントするんですけど、日本の場合って、もう失業してますって言って仕事探してもしょうがない人は、失業率からカウントされないですよ。農家。だ無職の、失業者ではない謎の人っていう状態に日本はなるので、そういう意味でいくと、日本はそんなにいい状況ではないんですけどね。で日本の就職氷河期っていうのは僕らの世代で今40歳ぐらいの時に就職氷河期っていうのがあったんですけど、でそれが EU で起こるかっていうとそんなに僕は起こらない気がします。というのは結局 EU ってEU 全体でいくといろんな国があっていろんな文化があって、でじゃあリトアニアで生まれたけどなんかリトアニアそんな儲かんねえから俺スペイン行くわとかイタリア行くわみたいなのが全然できちゃうんですよ。例えば埼玉県で生まれた人が大阪で働くとか東京で働くっていうのもできるじゃないですか。っていう感じで働こうと思ったら他の国行ってもよしっていうのが EU のルールだったりするので、それがちょっと日本といきなり比べて同じになるかっていうと違うんじゃないかなと思います。水道は老朽化してコストが膨らみ、官民連携して投資も呼び込み、値段は自治体が上限を設定するらしいです。まず投資を呼び込むのが間違いです。投資っていうのは基本的に利回りがあるから投資するんですよ。なので例えばじゃあ僕がじゃあ1億円で株買いますって言ったら、年間やっぱり 2% 3% ぐらいは配当が来るって期待して1億円出すわけじゃないですか。で別になんか配当来ないんだったら、じゃあトヨタの株買うわとかドコモの株買うわとかソフトバンク上場する時ソフトバンク買うわってなっちゃうじゃん。投資っていうのは慈善事業ではないので利回りのためにお金を出すんですよ。で投資をするファンドとかって別に慈善事業じゃなくて他の人からお金を集めていて、でこれぐらいの利回りを僕ら保証するんでお金預けてくださいって言って預かってくるお金なので、投資するけどリターンがありませんっていうのには誰も投資しないんですよ。あ、これちなみに日本の国債ね。今や誰も投資をしないので仕方ないから日銀が買ってるっていう日本の国債なんですけど、で個人を騙そうと思ってなんか個人で国債を買おうみたいな CM やってるらしいんですけど、っていう感じで投資って本来儲からないとしないんですよ。でお金ってさ、別にドルで稼いでもユーロで稼いでもいいわけよ。なのでじゃあ日本円で1億円あったとして、それを1回ドルに変換して Google とか Amazon に投資したら、やっぱり年間 3% とか増えるわけですよ。でその後円に変換したらなんか1億円なんだけど年間300万円増えてますみたいになるわけじゃん。なので投資先としてはそれなりの利回りが必要になっちゃうんですけど、利回りが必要ってことはその事業が儲かるってことなんですよ。そうするとやっぱ水道事業が儲かる形にしなきゃいけないので、そうすると毎月毎月値段を上げるってことになるんじゃないですか。はい、ね、日本株はなんか今下がってるらしいですけど、はい、日本国債はほぼほぼ日本人しか投資してないよね。そうじゃない？お、ミスってお金だけ食っちゃいました。はい、先日2024年の皆既日食アメリカのアカンソー州に見に行くと言われたと思います。はい、今夜行きます。実は僕も皆既日食を生で見たいのもあるし、バックパッカーとして世界一周するつもりです。そこでアカンソー州で皆既日食を見るようなスケジュールを組もうと思ってるんですが、できたらご一緒しませんか。6年後だからね、もう多分あなたバックパッカーじゃないと思うよ。仮にさ、バックパッカーって18だときついのよ。なかなか未成年って結構きついので、多分20ぐらいだと思うんだけど、26で
あのね、やっぱね、6年間バックパッカー続けてらんないと思うんですよ。ちなみに僕の母校がそのアーカンソー州のカンウェイっていう町にあって、でそこに行けるとちょうど皆既日食が見れるので、皆既日食を見に行こうかなと思ってます。皆既日食見たことある人ってどれぐらいいます？学生の時だけにできる暇つぶし、楽しいことありますか？学校とバイトだけの生活でいつもこの配信に来てしまいます。暇つぶしって暇なのでできることだと思うんですけど、僕その日経新聞を一からこう一面から全部隅々まで読むっていうくだらないことをしたことがあります。あと図書館に通うとかね。